こんにちは、ブルーホースです。今日もお金のストレスに関するお話をしていこうと思います。で、お金のストレスって一体何っていうと、まあ普段からお金がない、お金がないって言ってお金のことばっかり考えている時に感じてしまうストレスのことを、まあ今回はそういった定義で話をしていこうと思います。で、そんな風にお金がない、お金がない、どうやったら稼げるかなっていう風に考え続けてしまうと、体にどんな影響があるのっていうのが今日のお話になります。で、まずですね、考え一つで影響が大が何かが足りないと、これはお金に限らずですね、例えばスポーツなんかでも技術が足りないとか勉強なんかでも知識が足りないなんていう風な感覚を持っていると、どうやら人間はおバカ、要は IQ が下がってしまったりとか認知能力が下がってしまったりっていう話だそうなんですね。例えば金がない、時間がないっていう風に考えると脳の処理能力は大きく低下してしまうというお話です。結果として忍耐力っていうのが働かなくなってしまって、ますますお金を使ってしまったりとか、無駄な行動を取るようになってしまうと。お金がないのにお金を使ってしまうっていう、こうね、悪循環が起こってしまうという話です。で、最も良くないものって何かっていうと、この脳の処理能力を低下させてしまうのは、お金によるストレスというところなんですね。で、お金がないことに悩む時間が長い人ほど、見た目が老け込んでいく可能性が高いそうなんですよ。だからこれっていうのは経済的なストレスっていうのが健康への被害が大きいためだかもしれないという話なんですね。だから僕も毎日コツコツ化粧水やローションとか保湿クリームでお肌の全身のケアとかしてるんですけど、なんか疲れた顔してるなとか、なんか目のクマが目立つなって思うのは、もしかしたら僕もちょっとお金のこと考えすぎてるかもしれないっていうところなんですね。で、貧乏ストレスっていうふうに言ってるんですけど、実際にお金がないことによってどんな悪影響が出るのかっていうことを調べてみたら、大きくはまあもっともっとたくさんあるんですけど、まあ皆さんの身近なところで言ったらこの4つかなっていうところです。で、1つは肥満っていうところで、これは3000人強の学生を調べた実験ですね。学生さんたちにアンケートを取って、その他に体重とか運動量とか食事の量とか、それからストレスの度合いとか、普段のクレジットカードの使用量なんかにもチェックをしてしまいました。で、その結果どうなったかっていうと、借金が11万円を超えている人ほど不満傾向が高かったということなんですね。で、それっていうのは普段からファストフードを よく食べていたりとか、運動不足だったりとか、テレビを見る時間が長かったからなんですね。ファストフード食べればそれはブクブク太っていきますし、運動不足、テレビ見る時間がないってことは、結局体を動かさないので、カロリーも消費されないから、結果的に太っていくという、そんなお話ですね。で、これに関して考察があって、借金のストレスで肥満になるっていうわけではなくって、肥満になるような生活を送っている人が肥満になっていて、お金を稼ぐ時間に充てることができていないからっていうことかもしれないってことですね。で、お金を稼ぐ時間を作っていなければ、しかもその手元にあるわずかなお金をファストフードに使ったりとか、テレビを見る電気代とかで消えていくっていうようなパターンでやっているので、ますますお金がないっていう状態になってしまうということなんですね。それから続いて肥満パターン2っていうことなんですが、今度は1300人強の男女を調べた結果なんですけど、借金を抱えて支払いができないというストレスを抱えている人ほど数年後に体重が増加する傾向が高かったんですね。で、これってなぜかというと、お金のストレスでセルフコントロール力が下がってしまって、お菓子とかジャンクフードに手を出す回数っていうのが増えたからというふうな結果でした。そして続いて酒&タバコっていうところで、これは2400名近くの高齢者の方々を調査してみました。ライフスタイルについて調べた結果、収入が減ってしまうと飲酒とタバコの量が増加するっていう傾向でした。で、これなぜかというと、お金がないことによるストレスで目先の誘惑に負けやすくなってしまうっていうことなんですね。で、貧乏な人ほど喫煙量っていうのは上がるみたいです。そして今回の最後、睡眠不足っていうところですね。で、睡眠不足に関しては高齢者を対象に経済状況を調べた上で睡眠の質を計測 しました。で、経済的ストレスと睡眠の質っていうのはリンクをしていて、お金の心配があることで心地よい睡眠を取れなくなってしまうという、そんな傾向だったそうなんですね。で、今日の話のまとめなんですけれども、お金の心配があるということは、お金が心配があると健康を害すると。で、健康を害するっていうことは、トータル長い目で見たときにそれだけ死に近づいてしまっているっていうことなんですね。で、確かに借金は返さないといけないんですが、基本的にはお金のストレスを軽減させていくために、
一つ目が他人と自分の収入を比較しないと、あいつは900万稼いでるのに俺はたった300万しか稼げてない、あいつの方が3倍贅沢な暮らしをしているっていう風な、そういう他人と比較してどうかっていうのはもう無視しましょうっていうことです。それから二つ目に、自分が暮らせる最低限のコストっていうのを把握しておきましょうということですね。でこの2点を徹底して意識するだけでも相当ストレスが減らせるっていうことが分かっているんですね。で特に2つ目のコストについては、自分が思っている以上に余計なものを減らしても案外生きていけるかもしれないということに気づける可能性がありますので、ぜひまずは自分が普段どんなことにお金を使っているのか、食費とか衣服とか、それからまあエンタメ系とか通信費とかね、そういったものをいろいろと洗い出してみて、あ、ここは削れるなって、ここにお金をかけなくてもいいなっていうのが多分気づけるかと思います。そういうのを出したことない人は意外と無駄なお金を使っている傾向が高いかったりするんですね。で、今時っていうのはスマホ代とか食事代っていうのは何とでも減らせると思います。スマホ代なんかは格安 SIM なんかね、今だったら LINE モバイルとか楽天モバイルとか UQ モバイルとかね、まあアハモとか出たりしてますけどね、まあそんなキャリアよりもさらに安いのが 楽天モバイルだったりとかあると思うんですけど、それからまあ食事代なんかも普段お昼ご飯とか外食に出てるような人たちなんかはぜひですね、自炊してみてください。自炊してみたら、だいたいの1食あたりが300円から400円くらいでコスト、まあ何作るかによりますけどね、抑えられると思いますんで、一見まとめて1週間分のお昼ご飯とか買うと1500円とか吹っ飛んでいくかもしれない、1500円、2000円とか吹っ飛んでいくかもしれないんですけど、2000円を5日で割ったら400円ですからね。うん、ところが1回外に食べに行くと800円から1000円くらい飛びますから、まあ、そういう部分でもっともっと減らしていったら数千円、数万円っていうのがちょっとした工夫でできる。で、年間数万円っていうコストっていうのを下げることが、浮かすことが十分にできると思いますので、まずはどんなことにお金を使っているのかっていうのを洗い出してみて、そして手をつけられるところからそのコスト削減っていうのを始めていっていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。